クロアチア語訳聖書によるこであった。しかしこの翻訳原稿は1622年から1637年にかけて行われたものであったが、2000年になるまで出版されることはなかった。マティア・カタンチッチによるクロアチア語訳聖書出版物として最初のクロアチア語訳聖書とされるものは、フランシスコ界のマティア・カタンチッチによって1831年に発表されたものとなる。 その後、いくつかの翻訳本が出され、最も広く受け入れられるようになったものが1968年に出されたいわゆる現代クロアチア語訳である。これはザグレブ聖書と呼ばれ、エルサレム聖書を部分的に下地として作られたものである。ありがとうございます。